散髪はいつも丸刈り 0.1 ミリ。はい。ジローチャンネルのジローです。いやー、入った。やっと撮影できるわ。今度ちょっとね、仕事とね、まあ休みの日もちょっとね、一応いろいろね、用があってね、なかなかちょっとね、撮影できなくてね、やっと今日夜、撮影する時間ができたんで、とりあえず今日やってみます。今日はね、あのね、怪しいネット広告じゃないです。今日真面目な、以前もやったね、案件です。企業案件また来ました。はい。なんで、今日また企業案件なんで、まあ、ちょっとね、いつもとちょっと思考が違うんで、よろしくお願いします。はい。はい、というわけでね、今日はね、LED ライトの紹介となります。ものはね、以前紹介したスルーナイトさんからまた商品ご提供いただきました。はい。とね、以前紹介したスルーナイトさんの商品は、はい、これですね。はい、スルーナイトのカタパルトミニという LED のフラッシュライトというか懐中電灯ですね。はい、これを紹介しました。で、今回はですね、よし、はい、箱こんな感じです。これもスルーナイトさんの、今回はね、ちょっととりあえず開けてみますか。まあさっき、つうか、ちょっと自分は来て、送られてきて、開けて確認したんですけどね。はい。スルーナイトさんの TT20 っていう商品ですね。まあ、とりあえず入ってるものが、あ、毎回これ、スルーナイトさんの入ってる、使用前の注意書きが書いてある紙がありますね。はい。まあ、簡単に説明すると、使用前に蓋、キャップですよね、電池の入っているこのネジをしっかり締めてからご使用くださいという注意書きが書いてあります。で、あとは取説ですね。取説が、見た目は前回のカタパルトミニと似てるんですけども、英語と、あとは、中国語で日本語があります。日本語もちゃんとありますね。はい。日本語の取説、まあ、こんだけ細かく書いてあるんですけど、自分ね、老眼で結構厳しいですね。ちっちゃくて文字がね。なんで、老眼鏡をね、使わないと見えないような状況ですんで。若い人はね、目のいい人は見えるかもしれないけど、うん。まあまあ、この辺はいいでしょう。はい。取説が入ってました。と、次が、はい、本体です。はい、本体こんな感じで入ってます。はい。本体出しまーす。はい。こんな赤い色、まあ、レッドと言いましょうか。こういうのですね。スルーナイト TT20。ちょっと正面映るかな?ここくらい、ちょっとボケるかな?わかるかな ?TT20 ってやつで。で、これはまあフラッシュライトっすね。普通の。まあこれからちょっとします。説明はしますけど、前回紹介したカタパルトミニとはちょっと違うんですよね。まああとはちょっと、まだ中に入ってるものを出していきましょう。まあこれもちょっと注意書きみたいなのも書いてあります。で、あとストラップですね。これ前回と同じストラップですね。いい感じのかっこいいストラップです。はい。あとは、充電の USB ケーブル、タイプ C ですね。はい。で、あとはこういうケースですな。ここにベルトを通して腰にこう、ここにこうつけるっていう感じのやつですな。まあこんな感じで、
入れて使うといった感じです。でね、これね、結構これいいかもしれない。ここにね、こういうボールペンなんかにもよくついてる、あの胸ポケットにこう挟むタイプの大きいバージョンのやつがついてるんですよ。なんで、まあこのケース入れた場合でも、このケースのところにね、あれなんですよ、こう挟みながらこう差し込んでおくと、まず落ちる心配が、抜け落ちるっていう心配がないんですよね。これはいいですね、なかなかね。まああとはこのケース使わなくても、このポケットっすよね、ここに入れた時にこう引っ掛けておくと、これ絶対もうなくしたりとかすることがまずないですよね。これは結構いいかもしれない。あとはね、こういう胸ポケットにこういうところね、こういうところにこう差し込んでおけるっていうね、感じでいいと思います。あの胸ポケットなんか入れても、こうやって中をこう探したりとかねしなくても、この胸ポケットのところにこう固定しておけば、あのこれ相当なことがない限り、これ抜け落ちないし、手でこれグーッと引っ張り出さないと抜け落ちないんで、かなり頑丈に、ここで固定できますね。これはいいわ。うん。こんな大きい、結構大きいサイズの、こういうのがついてますね。はい。で、あと、以上ですかね。入ってたものは、以上、こんな感じです。でもって、本体ですわ。まだね、さっき、ちょっとね、送られてきた時にね、説明書見たんだけど、俺いつも変な LED ライトばっかり買ってるじゃないですか。だから、こういうまともなちゃんとしたね、あの高級なメーカーさんの LED ライトの操作方法がなかなか理解できないんだよね。説明書があるにか、もう限らず。参ったなと思ってさ。それでちょっとつけてみますか。あ、そんでね、ここですね、電池。まあこれはみんな同じ仕組みでしたな。はい。で、バッテリーが、これ結構バッテリー大きいさ、すごいっすこれ。で、ツルーナイトさんのオリジナルのこういうロゴ入ってる充電池ですな。で、型番が21700 3.6V 5000mAh、 結構容量大きいっすな。うん、はい、こんな感じですかね。で、ここのところキャップのところにも、あの防水のオーリングがちゃんとついてます。はい。で、まあ、とりあえずそんな感じかな、本体は。で、使用前にきっちり閉めてくださいという、この注意書きありましたので、きっちり閉めて。はい。で、とりあえずちょっと入れてみますか、電源。まあ、後ろがこれ多分メインのスイッチになると思うんですよね。で、あとはね、ここに多分モード切り替えのスイッチだと思います。モードと、あとなんか機能あんのかな？ちょっとね、説明書見てください。まだよく理解できてないんだよね。はい。とりあえずちょっとね、このメインの電源スイッチ入れてみます。はい。こんな感じつきましたね。で、これで明るさは変えられるのかな？あ、これは本当にオンオフのみだね。うん。はい、オンオフのみです。で、ここの横のスイッチを、これを押しますと、ただ一回押しただけだけど、なんとも反応ないですね。あの、ダブルクリック、カチャカチャっと、すると、こうつきますね。これが今、省電力モードかな。で、もう一回ダブルクリックするとさらに明るくなるって感じですな。
何本あるのか。あとこれ長押しすると、あ、じんわりこう暗くなってる。あ、なるほど。長押しずっとしてるとずっと明るくなったり、はい、点滅モードになったり、暗くなったり、あの無段階で暗くできるタイプですな、長押しすると。あとはダブルクリックでやると一番明るくなったりする感じですな。はい。でね、これモードがね、説明書によると 1,2,3,4,5 モードありますね。まずね、ターボモードって言うんですよね。これが多分一番明るい明るさだと思います。これがね、見えないっすわ困ったね、老眼だと全然見えない。もうね、だいぶもう年齢も来たんでね、はい、ちょっと老眼の曲増えました。はい、ターボモードだとね、2526ルーメンだそうです。で、ただね、動作時間が結構短いんだよね、150秒。まあそうだよね、こんだけの2526ルーメンあまり長くするとこれかなり熱持っちゃうんで、多分この時間でいっぱいいっぱいではなんかなと思いますね。もっと長くするにはなんか冷却機能をつけないとちょっと無理かなというサイズですな。まあ目ってこんなに2500ルーメンもそんな明るくなってもね、大丈夫だけどね。まああとはインフィニティハイモードってのがあるんですよね。これがちょっと初めていく、これはスルナイトさんの専門用語なのかな。これが1468ルーメンから650ルーメン、これがね、点灯時間が190秒です。やっぱ短いですね。やっぱかなり熱もしますね。もう1000ルーメン以上上げるとね、かなり熱もつからね。で、次のモード、インフィニティロー。まあ、インフィニティのハイモードとローモードがあるんでね。このローモードが31ルーメンですね。まあ、31ルーメンのこれが、若干中くらい暗いっていう感じですかね。これがね、90時間持ちます。動作時間9時間ですね。で、あとね、ファイヤーモードって言いますよ。これがね、0.54 ルーメンで、いかが暗いんだけど、これがね、ちょっと俺よくわかんないんだわ。これは使うことないと思うけど、動作時間、時間どころじゃないです。64日間だそうです。まあ、0.45 ルーメンだからそうだな。本当にわずかなこう光って感じで。まあ、本当にホタルの光ぐらいの感じなのかな。もしかしたらね、俺も思うに、この、スルーナイターのこのファイヤーモードって言って、0.54 ルーメンって、本当にホタルの光、ビビタル光って、で、64日間つくよって。これもしかしたら、まあ、例で言うと、山で遭難した時に、そのモードにして、つけておけば、つけて、その明かりがちょっとでもホタルの光にこれ、から見えるようにしていけば、捜索隊が夜の捜索とか、時に、あれ夏でもないのにあそこ光ってるな、なんか光ってるもの、わずかに見えるけどなんだろうっていう感じで発見ができるっていう風に使えるっていうことなのかな。もう64日間って言うとなんかそんな感じするんだよね。自分の居場所を知らせるかためのそういう機能なのかな、役目としては。うん、これは俺個人的なちょっと勝手に考えた感じなんですけどね。はい。で、あとは最後ストロボモード。はい、これストロボモードが1294ルーメンです。で、これでストロボモードだと320分間、まあ点滅するから結構長持ちはする、連続点灯じゃないからね。はい、そんな感じですかね。
まあ大まかな感じはそうかな。あとはこれ言ってか、最大照射距離258m だそうです。 258m まで光が届きますよっていう感じですね。はい、そんなとこですかね。大まかな、ちょっとね、俺もね、よくね、分かってないんですよ。いやー、ほんとこうね、こういうちゃんとしたいいやつは難しいね。困ったもんだ。知識はね、ほんとこれで LED の動画結構上げてるけどさ、知識全くないからね。本当にど素人だから。怪しいもんばっかし買って。はい。で、こんな案件いただいてるんだからね。いいのかなと思っちゃうよね。はい。じゃあちょっと照明消して明るさを見てみましょう。さあどうでしょう。まずちょっとメインのケツの方の電源スイッチを入れて、はい、明るいわこれは。これはすごいわ。うん、こう結構広く照らす感じだね。前回紹介したカタパルトミニ、カタパルトミニもちょっと出してみますか。はい、左側の光がカタパルトミニですね。カタパルトミニはこういう一点の集中した光が遠くまで届くっていう、いわゆるまあサーチライトですよな。うん、に対して今回出たこの TT20 は比較的近場を広く照らす、まあ普通の懐中電灯はこのタイプが多いかな。一般に使うのはこっちの方がまあまあ結構使いやすいかと思います。まあそんな差ですな。だからこっちの前回のカタパルト見に行って、ちょっとこっち消しますね。ここで見るとこんなもんなんですよ。ただね、この真ん中の光、一番強いと。これがね、結構すごい遠くまで届くんですよ。300メーター以上はね、軽く届いちゃうんですよ。遠くのものを照らしてみるっていうタイプの、カタパルトミニですね。で、今回の TT20 はこんな感じ。直接ずっと、こういう、近場を広く照らすという、こっちの方が実用性あるかな、一般の人はね。自分もこっちの方が結構実用性あるな。はい。で、これでモードが、後ろの電源はこれだけだね。このオンオフ、一番軽い。で、サイドのスイッチが、こんな感じです。これがローモードかな、一般的に言う。もうこれで十分な明るさだね。これで十分いけちゃう、もう。で、もう一回すると、まあこれがタオルモード、さっきと同じ明るさかな。結構明るいね。ただね、この明るさ、結構熱持つ。ここも、先端部触れないっすよ。ここ熱くて、触ってられないっすね。そんだけ光が強いってことなんですよ。いやー、これ、どうなんだろうな。あとね、このサイドのスイッチ、ここにスイッチの部分がね、青く、インジケーターじゃないけど、ちょっとしたバッテリーの残量とか表示するようになってます。で、これを長押ししてると、点滅、フラッシュモードすな。あとはこう、もっとしてると、こう、明るさの無段階に切り替えたり、こうできるんですね。こんな感じですな。もう一回長押しすると暗くなってきて、無段階で変えられるといった感じですな。
はい、点滅が始まったところで止めると一番もう明るくなってる状態ですが、ただこの明るさはね、明るいんだけど結構すごい熱っすわ。本当にこれちょっとね、触ってられないぐらい熱い、すごい熱、うん、こうやって手やってもまあ結構あったかい、すごいあったかい。まあ冬ちょっと寒い時はちょっと手温めるにはそういうにも使えるかもしれないね。まあちょっとそんな上に用途で使うのはちょっとあれかなと思うんだけど、まあ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 非常の時はこうちゃってね、若干温めることもできるかなと思う。ちょっと今ちょこっと思ってたんで行ってみました。いやーでも明るいわ。まあそんな感じで、はい、すげえわ。こっちの方が前回のこのカタパルトミニよりも実用性はこっちの方があるかな。うん、普通の人は、まあ自分もこっちだな。こっちの方が本当に光がね強いんだけど、手前のとこあまり広く照らすことはないけど、本当に遠くの方まで光が届くんですよね。これはね、まあ実際外で前回も動画見たんだけど、うまく撮影できなかったんだよね。すごいんだよね、本当に。まあそんな感じで今回ね、スルーナイツさんの TT20 をご提供いただいてるんですけどね、これもちょっとね、外で一応検証しましょう。検証したいんだけどね、どうにかカメラにね、綺麗に収めたいんですよ。なかなかできないですよね。だから今回どうか、今回もまたいろいろね、ちょっとね、カメラ調整してみたいんだけど、なかなかうまくいかないんだよね。だから前回と同じ結果になっちゃうかもしれないけどね。その辺はちょっとご了承ください。じゃあとりあえずちょっとね、外で撮影していきます。はい、ではね、早速、夜の公園に撮影に来ました。今ね、夜のね、11時です。前回と同じです。今回ね、雨降ってません。じゃあ早速ね、スルーナイトさんの TT20、試してみたいと思います。あ、今もうついてたね。さあ、どうでしょう。これ今ね、一番明るい感じかな。これすごいでしょ。ね、これ、こんなすごい明るい。で、ちょっとしたここ、広場になってるんですけど、どうでしょうか。まあ、光の届く範囲も結構遠くまで届くね。これすごいね。広範囲で結構な距離も届く感じだね。だから一般的にはこっちの方が結構実用性はあるね。うん。歩いてみますか。これなんだろう、何の木だかわかんないけど、白い花さ、花水木かな、ちょっとわかんない。残念ながら桜はもうね散っちゃったんだよね、この辺。はい、こんな感じです。すごい明るいです。で、ここに隣がサッカーとか野球をするグラウンドがあるんですけど、中には夜入れません。で、上にこんな照明が、照明施設があるんだけど、映ってるかな。で、こんな感じで木があって、で、こんなちょっとした芝生のこういう山っていうのかな、ちょっとしたかけっこしたりとか、子供たちが走り回れるような感じのところです。で、前回のカタパルトミニもちょっとやってみますか。カタパルトミニ、はい。操作方法忘れた。ちょっと TT20 消しますね。オフ。
はい、これカタパルトミニの今ね、省電力モードですね。で、どんどん明るく。これ前回よりもちょっとうまく撮れてるんじゃないかと思うんですけどね。これこんな光がこんな感じですね。照射範囲は狭いんだけど、遠くまで光が届くって感じですな。お空を照らすと、こんな感じで。映るかな？光の感じが。こんな感じです。これもうちょっとターボモードが効いたような感じするんだけど、操作方法忘れちゃったわ。あ、これかな？これが結構すごいですね。これが一番明るいモードかな？カタパルトミニ。あ、これ前回よりね、結構うまく撮れてるかもしんない。設定うまくいったかな？こんな感じです、カタパルトミニ。んで、今回紹介、提供いただいた TT20。 暗くてスイッチがわからん。はい、 TT20 つけます。はい、 TT20。 右側が TT20 ですね。で、左側がアタバルトミニ。こんだけの光の照射範囲が違うんですね。まあ、その代わりカタパルトに左手の方は距離が遠くまで届くって感じですね。こんな感じっすわ。光の数字が見えると思うんですけど、これは距離はすごいっすわ。前回これが表現できなかったんだよね。で、左が今回提供いただいた TT20。 こんな広く照らします。これすごいわ。で、連続押すと徐々に暗くできるって感じですな。で、こんなに無段階で明るさが変えられるとって感じで、これが一番明るい感じです。消し方がわからねえんだけど、なかなか。まあ、そういった感じで TT20 はね、こんな感じですよね。まあ、ここ、これのトイレ。ここだけは照明がついてますが。これすごいわ、TT20。これ気に入っちゃったわ、これ。これちょっとすげえな。ほんとすげえわ。シャレになんねえぞ、これ。これ結構値段もいいもんな。こんな高いの。無償で提供いただいちゃって、俺みたいな本がね、いいのかなと思っちゃうんだけどね、毎回こんな絵を送ってもらって。はい、大月さんも映ってますけど、映るかな。今日映ると思うんだけど、設定今日うまくいったかもしんない。うん、はい、 TT20で、カタパルトミニ。はい、カタパルトミニこんな感じです。照射距離はすごいですけども、光の筋がね、ちょっと映ってると思うんだよね、今日はね。これすごいっすわ。月まで届いてんじゃねえかっつぐれ、こんな感じっすよ。すごいでしょ、このほこりが舞ってるのがよくわかるかな、これ流れてるの。すごいね。今俺誰もいないからマスクしてないんだけど、すごいよね、これ吸っちゃってんだよね、普段。まあ今コロナの影響でさ、みんなマスクしてるからいいけどさ、こんなに普段住んでるように見えてほこりが舞ってんだよね。こういうのがはっきり映っちゃうんだね。はい、すごいです、これ。この、もたつきより。
まあ、といった感じですな。まあ、今日ちょっとね、カタパルトミニと、あと今回提供いただいた TT20 両方ちょっとやってみました。はい。今回よく撮れたんじゃないかと思います。以上で、外の撮影終わります。あまりやってるとさ、またパトカー巡回できてさ、職務質問されてさ、捕まっちゃったらやばいかんね。怪しい奴だなんですよね。じゃあ、ちょっと帰りましょう。はい、といった感じでね、夜のちょっと公園テスト撮影に、このカタパルトミニと、今回提供してもらった TT20 を、ちょっとね、テスト撮影してきました。あのね、今回ね、ちょっとね、前回も全然うまくいったと思う、夜の撮影。まあ、ちょびっとね、ちょっとね、感度上げすぎて、ノイズがね、若干、結構減ってるんだけど、前回よりもね、明るさの表現はね、結構できたと思う。うん。さっきね、ちょっとね、画像確認しました。前回よりも全然いいわ。うん。ちょっともうちょっと抑えた方がいいね。うん。ただね、この、カタパルトミニと TT20 のこのライトの明るさの表現はね、かなりいい感じでできたと思います。はい。まあ、そんでもってね、もう最後のなんですけども、この、今回のスルーナイトさんの TT20 なんですけども、で、販売、というか、お買い求め先はね、Amazon です。はい。で、Amazon の URL、概要欄に貼っておきますので、ちょっと欲しいなぁと思った方はね、その URL クリックしてみてください。でね、これ、ちょっと待ってくださいね。画像をちょこっとだけ、その Amazon の画像見せておきますね。ちょっと入れておきますね。これか。これだな。はい。これが、今出てるのが赤い色ですな。この持ってるやつ。これ、今回提供いただいた色ですね。で、この色がね、5色あるんですよ。で、自分はね、スルーナイトさんから連絡があって、何色がいいですかっていうので、ね、赤を送ってくださいということで赤を送ってもらいました。なぜならね、LED の懐中電灯って比較的黒が多いじゃないですか。うん。ほとんど黒なんですよ。あんまりカラフルじゃないんだよね。なんで男の人はまあいいかもしれないけど、女の子でも結構こう欲しいなと思ってる方いると思うんですよね。で、やっぱりいろんなカラーがあったら、いいかなと思って、今回ね、ちょっと赤をね、紹介してみました。そんな感じで。赤ってこう、めったにないんでね。はい。で、他の色を紹介すると、まず、グレーですね。まあ、この画像上で見ると黒に見えますけどね。グレーですね、一応ね。はい。で、次が、なんかね、この、アマゾンのサイトでね、砂漠色になってるね。砂漠色っていうか、なんだろうね、これ。茶色。ゴールドとはちょっと違うんだよね。うん。で、次が、まあ、今回提供いただいた赤ですね。はい。で、次が、青です。これ限定みたいですね、このね、青ね。だから、もしかしたら売り切れちゃう可能性もありますね。で、次が、はい、これが黒ですね。はい。これが黒で、グレー、黒。あ、若干違うね。見比べと違うね。グレーと黒。画像だとちょっとわかりにくいけど、はい。そんな感じです。はい、最初からも抜けますね。グレー。砂漠色で限定、赤も限定なんだね。はい。で、青限定の色ですね。で、
最後、黒ですね。はい。で、材質はね、アルミニウムです。はい、アルミニウム合金ですね。といった感じで、まあお値段もこんな感じです。こんな値段ですな。はい。まあまあいい値段しますわな。まあ今の状況、今日ね、4月17日時点で今クーポン券ついてます。1596円オフだそうです。ね、1596円お安く買えますんで。ほら、明日もやってんのかな？ちょっと、日によってね、クーポンがなかったりね、あったりするんで、その辺はちょっとね、ご了承ください。はい。あとは何かあったかな？下の説明、あ、あるね。ここちょっと、画像を、見とくかな？ちょっと待ってくださいね。あ、商品の説明ですな。さっきの Amazon のページの、軽く見しときます。流しておきますね。はい、スルーナイト TT20。この辺がね、日本語で書いてあるんで、この辺、取説見るより、この辺見た方が、大まかな概要はわかると思います。まあ、URL、クリックしてもらえば見れますんでね。はい。はい、超便利、戦術設計。まあ、軍事用的な感じですかね、これね。はい。こんな感じで、いろいろもろもろ。説明がありますんで、はい。で、一番最後にスルナイトさんのこの TT20 の姉妹品かなみたいな感じのが何種類か載ってますんで、これもぜひよかったらね、なんかこっちの方が欲しいなと思ったら購入してみてください。はいはい、といった感じで今日はスルーナイトの TT20 ご提供いただいた、きました。はい。これはいいなぁ。まあ正直言って前回のこのカタパルトミニもうすごかったんだけど、実用性的にはね、自分としてはこれいいわ。これちょっとね、普段持ち歩くかと思います。これすごいわ。うん。本当俺さ、毎回まあ俺の動画のまあコンセプトとしてはネット広告の怪しい LED 懐中電灯がメインでやってるんでね、怪しいもんばっかし買ってるんだよね。だから時々こういうのね、案件で来てまあ無償で提供いただいて使ってみるとすごいよね。びっくりしたよ俺、そのギャップの差ね、もうほんとすごいわ。まあだからね、本当に実用性を兼ねて使う人はね、こういうやっぱりね、一流メーカー品のを選んで買った方がいいですね。高いけどね、高いけどそれなりの性能を持ってるからね、いいものはもういいという感じです。まあ今日そんなとこかな。はい。ちょっとね、真面目にやってみました。はい。次回またね、ちょっとね、LED アウト。あと、LED のね、ヘッドライト。もう、俺んとこのネットのとこもね、やたら出てくれた。で、ちょっとね、ヘッドライトもね、紹介してきますんで。今後ちょっとね、お試しに待ってください。本日は以上で終わります。はい、ありがとうございました。